それでは続きまして実況と解説のこの二方をお呼びいたしましょう。実況の愛知さん、解説のレボルさんです。どうぞご登壇ください。おはようございますというか、こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどね、ゲームとは人生だというスピーチがありましたけども、これから人生をかけたこのプロゲーマーたちがこの LJL という舞台で戦いますね。まあ、かなり激しい戦いになるというのは予想されますが、そういった一瞬の火花を皆さん見逃さずにしっかりと観戦していってほしいですね。ええ。そして今日は会場、こちらですね、センターステージということで、珍しいですよね、このタイプっていうのはね。いや、いいですね。ねえ、まあ、様々な、はい、そのスポーツもセンターステージですから、ええ、見せるプレーをもしてくれるんじゃないかなと、はい、それを360度で楽しむと、うん、いいですね。こう皆さんからの視線を感じるっていうのは、なんかこれまた選手たちもたまらないんじゃないでしょうかね。はい、ということで、もう私たちもね、もう本当になんか緊張しているんですけれどもさあ、このね、緊迫感の中行われております LJL なんですが、まもなく2016年シーズンスタートしますが、その前にですね、まず昨シーズン2015年シーズンをですね、振り返っていきたいと思うんですけども、愛知さん、はい、2015年は進化の年というふうにおっしゃいました。愛知さん、はい、ご覧になっていかがでしたか。いや、印象、進化っていう部分で印象に残ってるといえば、やっぱり2015年のグランドチャンピオンシップですよね。デトネーションホッカースミバーサスを、まあ、そのオーゾンランベイですか、当時で言えば、がまあ対決したあのシーンっていうのは、もう全てが集約されてるんじゃないかなっていう、うん、非常に熱い戦いでしたよね。その2015年シーズン前半戦はデトネーションフォーカスミがかなり強くて、はい、そして後半戦ランページが勢いを増して巻き返して優勝して、でグランドチャンピオンシップ、そのままランページがその後半戦の勢いのまま勝ち進むのかと思いきや、最後フォーカスミが粘り腰を見せてリバーススイープ 0-2 の状況から 3-2 に持っていきましたから ね、この追い詰められた状況から この大逆転劇、本当これドラマチックでしたよね。また今年もね、この素晴らしいドラマに期待したいところなんですけれども、そして去年はあの世界大会にもつながったこの LJL だったわけですけれどもね、あの IWCI そして IWCQ とこの LJL に参戦するチームがですね、行ったわけですけれども、やっぱり世界の壁っていうのも感じたと思うんですけども、どこかでも爪痕は残せた、そんな気がしたんですけども、お二方いかがでしたでしょうか。そうですね、まず最初の挑戦っていう部分に関してはやっぱり環境の違いだとか、例えば遠征でのまあ疲れですよね、そういった部分もあって、まずは初めての挑戦でどういったところなのかっていうのを知った。そしてやっぱり IWCQ は、まあ、もし見られてた方だったら分かると思うんですけど、はい、あわや世界行くんじゃないかっていうのをもう肌で感じた、そんな世界シーズンだったのかなと。1日目終わった後なんかは、あ、明日これ一勝でもあげればわからないぞというような雰囲気でしたよね。ただやはりそういった新しいプレッシャーを受けてしまってうまくはいきませんでしたが、ただ次世界挑戦したらもしやというような印象を強く残すような IWCQ でしたよね。ね、この世界の強豪たちと戦って、また刺激をもらって、またねこの LJL の舞台に上がるわけですけども、さあ今年いよいよね、あの LJL2016 年シーズン開幕したわけですけれども、今年からあの表現がちょっとだけ変わってるんですよね。あ、そうですね、例えば、去年はですねシーズン1シーズン2と、申し上げていたんですが、今年から言い方が若干変わります。まず2016年の前半、こちらをですねスプリングスプリットと呼ばせていただいて、でその後期、あとその後の後期ですね、今度はサマースプリットという表現になりますので、皆様よろしくお願いいたします。さあ、そしてそのスプリングスプリットに優勝すると IWCI に出場権が与えられて、はい、でさらに勝ち進むと今度 MSI ということになりまして、そして、2016年の後期でありますサマースプリット、そちらの方に優勝しますと今度は IWCQ そして WCS とワールドチャンピオンシップということになるわけでね、世界に今年もつながっているわけでございます。あのすごいですよね、 LJL の開幕で世界への扉がもうすでにあるんですよと言えるわけですから。昨シーズンはシーズンと
途中スプリットの途中でしたからね、うん、開幕戦で、これだけ世界の扉がいきなり開いているといったところも選手知っているわけですから、かなり熱い戦いが、もう皆さんが応援しているチームだったり選手プレイヤーが行くわけですよ世界に、うん、ここから羽ばたくわけですね。はい、いやどうなるのか本当今からすごく楽しみなんですけどもね。そしてこの LJL の2016年シーズンなんですけども、今までこうウィーク1ウィーク2というふうに言っていたんですけども、今年からラウンド1そしてラウンド2という、はい、言い方にも変わっておりますのでね、どこら辺に変化があったのか皆様もお楽しみながらですね、こちらの LJL の方、楽しんでいただきたいと思います。さあそして、LJL2016 年シーズン、ちょっとねお二方に見どころをねたくさん聞いていきたいと思うんですけども、ちょっと各チーム、まあ、6チームあるわけですけども、ちょっとチームの、分析などをちょっと行っていただきたいなと思うんですけども、はい、さあまず、新チームこれ参戦してますよね、ブラックアイというチームなんですけども、こちらのチームは、まあ、どういったチームなんですかね。そうですね、見てた方は分かっていらっしゃると思うんですけども、チームのプレイヤーが、まあ、かなり変更されてるんですよね。本当にプレイヤーが変わってて、事前情報がまあ非常に少ないチームなんですよ。チャレンジャートーナメントを勝ち上がったチームなんですが、そのチャレンジャートーナメントで戦っていた時のメンバーが、まあ、かなり変わっている。特に重要なジャングラーとサポートが変わっているといったところがあるので、チームのスタイルがもしかしたらチャレンジャートーナメントの時と比べると大きく変化している可能性が高いチームなのかなという感じがしますね。ただ言いたいのはもう分かんないんですけれども、はい、ただそのチャレンジャートーナメントを見た僕の、感想というか、まあ、分析なんですけど、僕が見た中で過去最高のチャレンジャートーナメントの試合の仕上げ方をしたんです。それがメンバーが変わったことによってどうなってるのか、ここが一番注目なんですよね。どういった試合展開をしてくるのか、でその意思を継いでる選手もいるんですよね。そうですね、まあこれで2回目ですか、チャレンジャートーナメントから LJL に出場といったところ、うん、トップのアルフォード選手ですよね。かなり、まあ、LJL 自体、参加していますが、そのチャレンジャートーナメントを何度も勝ち上がっているプレイヤーというのは彼ぐらいですから、その彼が今大会、スプリングスプリットどういったプレーを見せてくれるのか、そしてどうチームを引っ張ってくれるのかといったところが非常に楽しみですね。うん、ちょっとねこの実力がこう未知数なところがまた面白いところですよね。これはもしかしたらこう LJL の台風の目になるかもしれませんね、こうね、はい、ブラックアイだけに、はい、ということでございまして、さあ続いてあともう一チーム、新チームが今回参戦するんですよね。続いてなんですけども、アンソールドスタッフゲーミングということなんですけど、これレボロさん、アンソールドスタッフっていうのはこれは売れ残りっていう意味らしいですね。彼ら自身が、まあ、LJL 経験者が非常に多いチームなんですね。トップのアパーメン選手、ミッドの、クロックデイ選手、そしてサポートのエンティ選手は LJL に出場した経験がある。そうですね、で、まあ、かなり実力を持ったプレイヤーなんですが、はい、LJL のチームに参加できなかったということで、まあ、どうなんでしょう、少し皮肉というか自虐というかネタにしたような感じで売れ残りというような意味であるアンソールドスタッフというのをチーム名につけたみたいですね。まあ、初めて見たとき、いや売れ残りじゃないだろうというふうに思いましたけどね。どのチームも実力者的には欲しいっていうチーム、プレイヤーが集まったチームだと、うん、でその中でもやっぱり注目としてはですね、やっぱジャングラーの、まあ、イスルギ選手なんですけれども、はい、LJL の経験者が4名いらっしゃる中で1名だけ経験者ではないプレイヤーなんです。ただしランクドシステムの一番上のチャレンジャーティアまで行ったプレイヤーなんですよ。あ、そうですか。うわ、このプレイヤーがこう出るっていうのは一つ注目どころなのかなと。チャレンジャーティアというのは各国、特に北米のサーバーでのチャレンジャーティアですから、北米サーバーのプロ、例えばダイラスであったりとか、今引退していましたが、はい、ビャーグ戦であったりとか、そういったプロプレイヤーとしのぎを削るような戦いを常に行っているということですから、このジャングラーのイスルギ選手の個人技といったところは注目していきたいですね。あとやっぱり LJL 経験者が4名いますから、やはりただ特にこうアパメン選手、ずっと LJL 出場してきましたから、そして今まではミッドでしたが、うん、LJL 開幕する前はずっとトップでプレーしていたと、まあ、本来のロールなのかなという印象がありますから、そのトップレーンのアパメン選手のプレーといったところ、まあ、かなり注目していきたいです ね楽しみですよね。いや、どういったこう化学反応を起こしていくのか、そこら辺もちょっと期待ですよね。暴れ回ってもらいたいと思います。
さあそしてここからはですね、まだね古豪の今度クルーズラスカルジェスターなんですけれども、こちらはいかがでしょうかね。ここね、あの名門なんですよ。 LJL の開幕してですね、2014年から LJL というのは行われてて、今年がまあ2016なんですけれども、はい、入れ替え戦とかも当然ある中で、もう2年間ずっと LJL をやってきたと。そして何といっても一番最初の優勝した経験のあるチームなんですね。そうですね、2014年はグランドチャンピオンシップにも出場した経験ありますからね、はいはい、なのでそこがかなりメンバーをまた入れ替えてきてるですよね、わけですよ、ミッドのアパメン選手が、アンソルトスタッフゲーミングで移籍という形になりました、穴を埋める形で、ファン選手であったりアリポ選手であったりといったところ、こう経験出場経験のないプレーを引き入れたり、さらには、まあ、韓国人プレーヤーをジャングラとサポートに加入させたといったところ、大きくチームの形が変わっている印象があります、はい、特にジャングラーとサポートが変わったことによって今までのラスカルジェスターのスタイルとはまた違った戦い方をする可能性が高いなと思っているんですね、うん、歴史のあるチームがやっぱり去年ちょっと雪辱を感じたというか、まあ、雪辱のシーズンだったわけですよ。でここがもうガラッと変えて、うん、もう勝利というかその二文字を取りに来てるわけですね。今年は注目なんじゃないかなと、はい、本当に注目なんじゃないかなと思いますね、これが勝ちに行くなんか姿勢というのがなんかビンビン伝わってきますね、なんかね、いや非常に楽しみになります、このクルーズラスカルジェスター。あとラスカルジェスターといったらあの大天使はねいますけども、今後また出てくる可能性もあるんですかね。今サブでねリールベルト選手なんですけども、もちろん出てくると思いますよ。そういった勝利へ向けてベストメンバーを組んでいくといった面で、もし今のスターターよりもリルベルト選手の方が優れている瞬間があったとしても、もちろん起用してくると思いますし、さらにはシーズン長いですからね、はい、そういったそのスターターとサブの入れ替えというのは十分頻繁に行われる可能性は高いと思いますね。ただ決断するのはすごく勇気のある行動なんです。それがうまくいかなかった場合とうまくいった場合の2パターンが当然あるわけですけど、うまくいかなかった時にそれは決断が悪かったのかどうなのかっていうことの、そこの一歩を踏み出せるかどうかっていうのはチームにとってすごく強みなんですよ、ええ、でその名門が一歩踏み出したんですまず今年、うん、はい、なんでそのチーム力っていうのをやっぱり見たいですね。それがリールベルトさんが出てきたとしても当然一歩踏み出してるわけですから決断としては、うん、さあそういったところがね非常にワクワクしているところなんですけども、さあ続いてのチームいきましょう。今度はですねセブンスヘブンなんですけれども、こちらのチームいかがでしょうか。まあ、かなりメンバーが変わりましたね、トップレーンのエビ選手、そしてサポートのティントン選手以外、総入れ替えというような形です。ただしそんな中でも新しく入ったプレイヤーがバラバラのメンバーというわけではなくて、何度か同じチーム、経験したプレイヤーが揃っているといったところで、コミュニケーションの部分は問題ないのかなという感じはしますね、はい、ですからこう今大会かなりこうチームメンバーの入れ替えが多いんですが、全体的にただそんな中でも一番連携面では仕上がっている可能性が高いチームだと思いますね。おなるほど、まあ、なんといってもセブンセーブは去年LJL に出てきて新生という形で結果をそのなかなか1年目から残すのって難しいんですよね。すごくやっぱり、ずっと試合をやっててリーグとしてやってるレベルでこう入ってきて結果を残すっていうのはすごく難しいんですが、そこで結果を残したっていう、まあ、新生のチームなので、それが今年どういった進化をまた一つ見せるのか、っていうのは注目したいですよね。やっぱりロールチェンジも非常に行われてますし、はい、あとはやはりこうプレイヤーとしては世界の舞台を経験したエビ選手、まあそうですね、にはちょっと期待したいなと思いますね。彼は連非常に強いですし、そこからどう今シーズン、2016年こうステップアップしてきてくれるのかといったところはかなり楽しみにしてますね。2016年の秘訣というか、秘策のピック、まあ、一つ注目したいですよね。お秘策が飛び出すかというところをちょっと、ね、期待して見てみましょう。さあ続いてどんどんいきましょう。このランページ、こちらのチームね去年ね暴れ回っていましたけれども、今回はどんなになりそうですかね。去年のそのランページの印象としては特に後半戦ですよね、古豪復活というような印象が強かったですね。かなり、韓国人プレイヤーを CTU から移籍して加入獲得して、そして一気にこうチーム力を底上げさせてきましたよね、はい、でそのメンバーも今年まだ残っていると。ただ
重要なのがトップレーン非常に鍵を握っていたミューズ選手がいなくなってしまったので、そこをどうカバーするかといったところがランページまず序盤のところは重要になってくるのかなという印象ありますね。ランページっていうチームはですね、選手を育成するっていうことがものすごくうまいチームなんですよ。なんでリーグを通してどん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 強くなっていくっていうチームなんですね、はい、さらにはその勝ちへのアイデアだったり下地っていうものがすごくしっかりしてるわけなんですね、はい、なのでその安定したその時がもうものすごく爆発をするっていう、そういったチームですね。なので最初にコミュニケーションが合わなくても、はい、こうぐーっとギアを上げてくるんですよね、どん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 。まあ、そこにまずは注目したいかなと。なんで、まあ、開幕戦、今日開幕戦で確かに開幕なんですけど、はい、リーグですから。そうですね、長い戦いですからね。長い戦いなので、どこに置いているのかっていうのも一つ注目ですよね、うん、はい。ただ4名しっかりと残っていますから、コミュニケーションの部分では、うん、昨シーズン以上、うん、そこでかなり楽しみにしている部分はありますね。やはりこうサポートのダラ選手の動きといったところは注目していきたいなと思います ね。 SNS などではどこでもダラというふうにも形容されていたりしますから、ね、まあ、彼がのその神出鬼没なゲームメイクといったところはランページ一つ鍵になっているかなというふうに感じます ね、はい、ね。またこうメロンメロン選手との、ね、コンビネーションとかも、ね、期待ですよね。さあそしてさあ現在2連覇中のデトネーションフォーカスミなんですけども、どうでしょうかね。大型補強もしてるみたいですけどもね。いや、ディフェンディングチャンピオン、王者ですからね、はい、そしてその王者がその今の自分たちの状況に甘えることなくどん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 チームを強化していっているというのが非常に印象的ですよね、うん、いやもうどうするんでしょうね。王者って言うしかない、まあ、ディフェンディングチャンピオン2連覇してるわけですから、このチームをまず崩すというのは一つの LGL にとっての課題っていうのはあると思いますよね。 あとはやはりこうデトネーションフォーカスミを通して、まあ、世界の壁を感じられるといったところも一つ今大会の中で特殊なチーム位置づけではあるのかなと思いますね、はい、IWCI、IWCQ 両方とも出ているチーム、経験しているチームですから、まあ、各チームこのデトネーションフォーカスミの強さが一つ指標になると。でその指標となるチームがこのシーズンどれだけ強いのかといったところですよね。重要なのはやはりこう、昨シーズン LCK でも戦っていたジャングラーとサポートのプレイヤーキャッチ選手、エターナル選手を獲得した、そこが一つキーポイントになるのは間違いないと思いますよね、はい、あとはね、うん、セロス選手とユタポン選手健在ですから、この2人はやっぱりもう日本としては欠かせない存在なのかなというのもありますからね、うん、はい、といったねこの6チームでLGL 戦っているわけですけども、もう世界各国ではもうねリーグ戦はどんどん開幕してるんですよね。もうすでに、今朝では NLCS が始まりましたし、はい、今週の水曜日には、あ、先週の水曜ですか、LCK、はい、木曜日には LPL、主要地域の大会どんどん始まっていますね。台湾の大会も始まっていますし、はい、まあ、この一気に競技シーンが始まったというような印象が強いこの週末なんですが、まあ、そこに日本も乗り遅れることなく力強く前進していきたいなという感じありますよね。見る方は大変だと思いますけれどもね、はい、ぜひね、もう続々と始まってますが、今度ね決めるのは我々 LGL であります。さあそれではね、お時間がそろそろ来てしまったので、アジさん、レボルさん、これから熱い解説よろしくお願いします。そして実況もよろしくお願いします。アジさん、レボルさんでした。ありがとうございました。それではファンの皆さん、大変お待たせいたしました。 LJL2016 いよいよ開幕です。
ただいまより LJL2016 マッチ1選手入場です。まずはセブンスヘブン。トップ、エビ、ジャンゴ、アウェイカー、ミッド、シンモリ、ADC、ゆとりもやし、サポート、ティントン、ブルーチーム、セブンスヘブン。続きまして LJL 初出場チーム、アンソールドスタッフゲーミング。トップ、アパメン、ジャンゴ、イスルギ、ミッド、クロックデイ、 AGC、 ハレッチ、サポート、エンティ、レッドチーム、アンソールドスタッフゲーミング。以上、マッチワン出場選手たちです。今一度盛大な拍手をお願いいたします。それではマッチワンのセブンスヘブン、アンソールドスタッフゲーミングはスタンバイをお願いいたします。さあ、LJL2016 開幕戦、最初に勝利をつかむチームはどちらだ。皆様、ご期待ください。さあ、いよいよ始まります LGL2016 開幕戦。改めまして、実況のアイズです。解説のレボルです。はい、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、帰ってきましたね。まずは LGL 帰ってきましたね。今年もまた1年、皆さん、そして、今会場にね来てくださっている皆さん、そして放送を見ている皆さん、また皆さんで盛り上がっていきたいと思いますので、1年よろしくお願いいたします。さあ、というわけでレボルさん、初戦セブンスヘブン VS アンソールドスタッフゲーミングですけれども、いろいろチーム紹介はねオープニングでちょっとしましたけれども、開幕ちょっと話しましたけれども、注目選手であったり。そうですね、やはり両チームのトップレーナーの対決といったところはかなり楽しみにしていますね。世界を経験したエビ選手、そして、まあ、LOL、 日本の LOL シーン、そしてトップのレーンを昔は引っ張っていたアパメン選手が戻ってきたわけですから、この2人の対決はかなり楽しみですし、勝敗の鍵を握る可能性も非常に高いなというふうに思ってますね。はいはいはい、トップレーンでのまずは対決が一つ注目だよということですね。さあ、ゲームの方はですね、パッチが 5.24 で行われるわけですけれども、 5.24 注目点いくつかありますか？いくつか、まあ、あるんですが、まあ、やはりまずチャンピオンといったところになると MF、AD キャリアのミスフォーチュンが、まあ、かなり重要な存在になっていますね。 5.24 で行われている大会ではバンされている、もしくはファーストピックしているといったシーンがかなり多いですし、そして特徴的なのが、今まで MF は9上げ、連で9上げだったんですが、 E を上げ、先に上げて、かなり連の強さといったところを押し出していくといったところが非常に面白い存在になっていますね。ですから、まあ、5.24 で行われる、今日の開幕戦、 MF を全チームどうするのかといったところが注目のポイントになると思いますね。そしてゲーム全体の流れの中でいうと、かなりこう試合のペースが上がったといったところ、短くなったといったところが注目のポイントになると思いますね。それで大きく影響しているのがデスタイマーの変更とタワーの変更ですね。まずデスタイマーの変更なんですが、以前は34分からデスタイマーの時間が伸びていったんです。ですから34分までは、34分の段階を比べると今は 24% 以上も
死亡時間が長くなっているんですね。ですから試合の中盤における1キルの重要性といったところがかなり上がっている。皆さんもソロ級で経験していると思うんですが、相手を1キル取ってからすぐさまこうタワーを降りに行けるシーンがシーズン6プレシーズンに入ってから非常に増えたんじゃないかと思います。それが試合のペースの増加、試合のペースが短くなっていることに影響していると。つまり中盤にいわゆる集団戦でこうって5対5で当たるというよりもワンキャッチしたところがまあ非常に注目点になると。ですから全体的にその世界の大会を見てもバーストに長けたもしくは CC が豊富なチャンピオンを揃えて序盤から中盤にかけて相手1キル拾ってそしてそこからオブジェクトに圧力をかけていくという展開が非常に多く見られますね。なるほど。そして先ほど言ったタワーの変更なんですが興味深いのはファーストタワー0分からそして15分までにかけてアーマーとMR そして HP が徐々に増加していく。そして15分の段階でそれぞれがマックスになるんですね。そして15分になった段階だと以前のシーズン5と比べるとタワーの硬さといったところが 30% も増加していると。ほうほうほう。ですからファーストタワーをどれだけ早く折るかといったところがまず重要なんですね。そして次にセカンドタワーインナータレットなんですがインナータレットは0分から15分の段階だと以前と比べると 20% ほど柔らかいですね。そして15分から30分にかけて HP が増加していくんですが30分の段階で増加しきったとしても 4% しか硬くないんです。以前と比べるとですから相対的に見るとかなり柔らかい存在なんですね。そしてサードタワーインヒビタータレットも以前と比べると最初は 29% も柔らかいですし同じように HP が増加するんですが増加しきったとしても 7% 柔らかいんですね。なのでタワーがどんどん折れる展開が非常に多くなっているというようなのが、まあ、5.24 における特徴だと思いますね。レブロさんごめんね、いろいろ熱意を持って喋っていただいたんだけど数字ばっかりでよくわかんない。ですねファーストタワー、ちょっと純粋に言うと15分までにまず1本目を折るかどうかがゲームにとって非常に重要になってくると。そうですね、1本目15分以降まで残せていたとしたらかなりそのタワーが硬くなっているので放置できるんですよね。そして、はいはいはい、そのレーンを放置してファーストタワーが残っているレーンを放置して他のレーンに圧力をかけるという展開が非常にやりやすくなっています。一方でファーストタワーがなくなっているとセカンドタワー柔らかくなってますから放置しづらいローテーションがしづらいといったところで、はいはいはい、相手にこうマップ全体の動きを先手取られてしまう可能性が高いというのが一つ特徴として挙げられると思います。なるほど。つまり、15分ですね。一つこのパッチ 5.24 のパッチでの試合の注目ポイントとしては15分までに1本目のタワーがどれだけ残っているのかもしくはどれだけ折っているのかここに一つ注目して、まあ、あとはライブでね、うん、実際に見ながら、いろいろ喋っていこうかなと、思います。さあそうして、選手も現在準備スタンバっておりますけど今ちょっとねカメラさん抜いてくださいましたけれどもねものすごいステージなんですよね。360度です。このベルサーガー秋葉原の時はシアター型というような形で180度でしたけど今回360度真ん中に設置したことによって観客席との距離感がかなり近いですね。ですよね、はい、もし来ているお客さんは声が聞こえるかもしれません。試合中は大きな声で、まあ、コミュニケーションを取るでしょうからねボイスチャットのところ盛り上がっているところ聞こえる可能性は十分あり得ると思いますね。そしてやっぱり気になるのがやっぱこういった大きな会場っていうのは一つ緊張っていう部分ですよね。プレーに影響するメンタル的な部分これだけ大きな会場ですしさらにはまあ開幕戦ということもありますから普段通りのプレーをできるかどうかといったところは大きく影響してくると思いますね。ここで一つハートの強さといったところが確認できるなとこういったところで普段通りプレーできるのであればたとえそのプレーオフに進んで、ノックアウトラウンドになったとしても安定したプレーができるというのを期待できますからね。ここを一つ開幕戦がシーズンの最後になりますけど決勝戦を予想する一つ要素になるかもしれないですね。ああなるほど。今後の試合という意味でもということですね。さあそしてトップレーンですね、セブンセブン VS アンソールドスタップゲームの一つトップレーンが注目だとおっしゃってました。ゲーム展開の予想としてはどういったのが予想されますか。やっぱりチャンピオンを取ってからっていうのも一つあると思うんですけれどもただこうやはり早い展開が多いですから
殴り合いの展開になることが一つ予想はできますね。そういった1キルを取ってからのオブジェクトのコントロールを互いに狙っていってかなりキルの激しい、アクションの激しい試合になるんじゃないかなというふうに予想していますね。アクションの激しい昨シーズンのようなこう40分までファームしてそしてそこから集団戦というのではなくてすでに早い段階15分20分あたりから動き出すというような展開が増えるのではないかなと思いますね。さあそして、映像をもしご覧いただいていると分かるかと思いますけれども今年からなんとですね選手席のモニターの上にカメラが設置されております。表情が抜けるんですね。見れますね。これですね、どういった表情でプレイしているのかというのも、見れるということで本当にこうなんていうんですかね、世界というものと全く同じもの、同じ絵というものができると。だんだん環境が世界基準に近づいてきているなという感じはありますよね。さあセブンセブンバーサスアンソールドスタッフゲーム、一つ面白いのがあれですよね、セブンセブンスタメンがエステリム選手ではなくこう新森選手であるということ、かなり、まあ、SM 選手非常に、まあ、日本代表するミッドレーナーのうちの一人ですから、まあ、意外な判断かなという感じはしますが、ただ一方で新森選手が劣っているかというとそういうわけではなくちょっと特殊なチャンピオンプールを持っていますが非常に安定したミッドレーナーだと思いますね。ベルコズであったりあとはシンドラであったりといったちょっと今はあまり見られないようなチャンピオンをピックしたりすることもありましたから、そういった彼のピックどういったチャンピオンをピックするのかといったところもかなり楽しみですし、なんか世界で注目されるよりも前にベルコズを使ってくださいましたよね。あとはそうですね、リサンドラなんかも今かなり注目されているチャンピオンですが、はい、新森選手真っ先にソロ級で練習していたという情報もありましたから、ここ一つ彼のピックといったところスタンダードになりうるピックをしてくれるかもしれないのでかなり楽しみにしていますね。さあそして一方のアンソールドスタッフゲーミング、やっぱりジャングラーのイスルギ選手に目が行くわけですけれども、どういったプレイヤーなんでしょう。見た印象だとかなりガンクが得意なそしてアグレッシブなプレイヤーだなという印象がありますね。マップ全体をワードやまあカバーといったところでコントロールするのではなく積極的にガンク仕掛けていって、まあ、キルを拾って自分も育ちレーナーも育てつつプレッシャーを生み出していくタイプなのかなと。ですから彼がこう序盤からレーニングのところでガンクを成功させていくと一気にこう USG のペースになっていくのかなという感じがしますね。彼がガンク成功させるかどうかは一つ重要なポイントになると思いますね、はい、序盤にどれだけアグレッシブにいけるか自分のペースに巻き込めるかという点ですよね。そしてやっぱり僕はどうしても注目せざるを得ないと思うんですけどエンティ選手そしてハレツ選手このチャレンジャーティアのボットコンビですよ。かなり楽しみですね。特にエンティ選手フック系のチャンピオンが非常に得意なのは、まあ、皆さん記憶に新しいと思います。ブリッツクランクであったりスレッシュであったりといったところのフックが得意なチャンピオンですよね。フックの精度がまあ尋常ではないんですよねどれだけ当てるのかというようなくらい当てますから、まあ、そうしたレーンの強さそしてピックアップの起点になれるプレイヤーといったところで一つボットレーンから USG としては崩す可能性は高いとも考えられますよね。そしてそこのコンビを組むハレッチ選手、AD キャリーでマスターそしてチャレンジャーソロ級何度も行っているようなプレイヤーですからかなり楽しみなんですが、ただ聞いた情報だと連戦よりも集団戦の方が得意といったところを見るとこうエンティ選手連が強いサポートのプレイヤーがその連戦を、まあ主導権を取ってくれるのでハレッチ選手としてはかなりやりやすいボットレーンのコンビネーションになっているのかなというのが予想されます。そしてまあ集団戦得意でしょうからそこで爆発するとこういった下地がしっかりと整っているボットレーンのコンビなのかなという印象がありますね。アグレッシブに行く必要もなければ逆にエンティ選手がいることによってアグレッシブに行くこともできると、いろいろな判断が可能なボットレーンになっていると思いますね。ボットレーンってこう2人でやりますから相性であったりだとかこうチームワーク連携の部分って非常に重要ですからね。それに対してセブンセブンのボットレーンですけれどもやっぱりコンバートした2人のプレイヤーがね両チーム、ね、入ってますよね。ゆとりまや選手とティントン選手両プレイヤーともトッププレーナーとして LGL 戦っていたプレイヤーですからそこは一つ
気にかかるところではありますよね。ゆとりまゆ選手が AD キャリー、キントン選手がサポートというところで、そのロールチェンジが果たして うまくいくのかどうかですね。ただし 両プレイヤーとも操作技術かなり高いものを持っていますから、特にゆとりまゆ選手トップレーンでかなり強かったですし、オールラウンダーでもありますから、このレーニングといったところはかなり楽しみにしていますね。なるほど。さあ、そういったオールラウンダー、ティントン選手もある意味最初サポートからそしてトップレーンみたいなのね、ありましたけどもね、そのあたりも注目して見ていきましょう。さあ、ドラフトが始まりましたので見ていきましょう。ブルーサイド画面見て、左側ですね、左側がセブンセブン、そして、レッドチームですね。画面右側、アンソルドスタッフゲーミングとなっておりますが、ファーストバン、レンガ、これはイスルギ選手へのターゲットバンですね。イスルギ選手、レンガが非常に得意という情報をセブンセブン掴んでいたということで、ターゲットバン。そしてレッドチームは返す刀でシンドラ、お互いのターゲットですねそうですね。ただシンドラは最近だとフロストクイーンクレイムというサポート向けのアイテムをミッドレーナーが積んでいくといったビルドがかなり強力というところで注目されつつあるチャンピオンではあるの間違いないですね。ただそしてグレイブス、ルル、グレイブス今まではボットレーン AD キャリーとして見ることが多かったんですが、最近はジャングラーとしてピックされることが多くなってきています。かなり1対1が強いですし、ダメージも出るといったところで重要なチャンピオンになってますね。そしてレックサイ、すべてジャングラーバンですね。セブンセブンもう警戒しているよと。これらを見るとレンガレベル6からのガンクが非常に得意、グレイブスダメージがかなり出る、はい、レクサイもガンクが得意なチャンピオン、このガンクの要素を一つ抑え込もうというようなバンになってますね。なるほど。さあ、そのガンク、いわゆるイスルギ選手を封印してきて、ラストバンはライズからファーストピック、ギャングプランク即ロック、ギャングプランクを開けたことがちょっと笑ってますね。でもリラックスしてますね選手も。これは、レッドチームの USG としては一つ賭けだと思いますね。ギャングプランクを開けるというのはかなり構成に制限かけられますし、ギャングプランクはかなり強いチャンピオンですから、今一番番率が高いチャンピオンなんじゃないかというぐらい強いチャンピオンを開けたといったところ、一つドラフトのところで勝負を仕掛けてきた印象がありますね。こうなるとミスフォーチュン一つ注目だとおっしゃってましたが、ちょっとギャングプランク相手にミスフォーチュンは出せないかなという感じがしますね。ミスフォーチュンは、MS は非常に速いんですが、ダメージを食らうと MS 下がってしまいますし、ブリンクがないのでギャングプランクのウルトをもろに受ける可能性が高いんですよね。 MF がウルトを発動した瞬間に GP がウルトを発動すると MF はヘルスを削られてしまうので、ちょっと集団戦が非常に難しいので、ちょっとピックできないなというところでも、やはり MF ピックしませんでしたね。はい、タムケンチ、コウキ、そしてそれを見てキンドレッドとイズリアルですね、ズリアルをロック。さあ、ここまで見てどうですかね、レボルさん。このタムケンチというチャンピオンが今までサポートが多かったんですが、最近ソロ級でもトップレーンとしてピックされることが徐々に増えてきたんですよね。ですのでこのタムケンチがどこに行くのかといったところがまず一つ注目のポイントですね。そして後期、かなりプレシーズンに入ってからリメイクされたチャンピオンですね。以前から魔法ダメージはかなり多い部類だったんですが、今はパッシブの変更も相まって、総ダメージの7割ほどがもうマジックダメージになるぐらいのチャンピオンになってますから、ここ一つ、ダメージのバランスの取り方といったところが気になりますね。はい、おルシアンとエリーソを出してきましたね。この構成、後期がミッドに行く可能性もまあ非常に高いよと、まあ、ロックしましたね、ルシアンロックです。後期ミッド、LCK の SKTT1 のミッドレーナー、フェイカー選手が見せてくれたピックですね。早速採用したということでしょうか。かなりレーンが強いチャンピオンですし、レベルを上げていくことの恩恵が大きいチャンピオンですから、それらとしてピックするのも非常によくわかる判断だなという感じですね。ここまで 2ADC キャリー構成というような、まあ、形になってますけれども、ここからセブンセブンはどういったピックしてきますかね。今、まあ、アリスターとブラーム見せてますが、そうですね、まあ、このイズリアルをミッドに置くのか AD キャリーのポジションに置くのかといったところを一つ悩んでいるんだと思いますね。攻撃 VS イズリアルはかなりイズリアルに不利なので、ミッドレーンが抑え込まれてしまうということで、このままだ とバルスを見せていますね。やはりこうミッドレーンのところで最低限アドバンテージ返せるチャンピオンをピックしないと、ミッド中心に視界を取られてしまいますから、
抑えるためのバルスをピックしたという形ですね。ポーク構成にしましたね。ほうほうほう。イズリアルとそしてバルスがポークをして、そしてアリスター、キンドレット、GP あたりがこうゾーニングであったりディセンギーをするような構成になってますね。さあポーク、いわゆる当たらずに一方的にダメージを与えてヘルスの有利を取ろうという構成ですよね。それに対して、まあ、カウンターとされる構成はエンゲージ構成、積極的に仕掛けていく構成なんですが、今 USG の構成を見たときにエンゲージをするのは誰だということになっているんですね。ですから最後はエンゲージのチャンピオンを取らなければならないわけです。タムケンチもエンゲージの要素としてはちょっと不確定ですし、エリスのコクーンもまあ不確定ですよね。しっかりとエンゲージができるチャンピオンを最後にピックしなければポークをずっと受けてしまう形になりますが、ただブラウム、ブリッツ、ブリッツクランク、ロック、エンゲージする気満々ですね。ただし、それが対象指定のスキルですから、非常に難しい、エンティ選手にかかる負担というのは大きくなりそうではありますね。ただ、グラブの精度、持ってますから。持ってますからね、非常に楽しみですね。これはちょっといきなりファーストゲームから面白いドラフトになりました。注目ポイントを挙げるならどこですかね。まずはそうですね、そのミッドレーンのところどちらがより育つかといったところは重要になってくると思いますね。互いにジャングラーが序盤から 1v1 非常に強いチャンピオンなので、ミッドレーンの押し引き次第ではマップのコントロールが一気に移り変わる可能性が高いです。ですからこの新森選手とクロックデイ選手の対決、ミッドレーンの対決といったところがまずは序盤注目ポイントになると思いますね。そしてここでヘルスの有利を取った方のジャングラーが敵のジャングルに入っていって視界のコントロールを取っていくというような展開が予想されますね。つまりまずはミッドレーンだと。さあコーチ陣が握手をして横断していきますね。注目のトップレーンはどうですか。 GP vs タムケンチとなった時に、ヤングプランクはあまり序盤強くないチャンピオン、2つアイテムが揃ってようやく強さを発揮するようなチャンピオンですから、まあ、ウェーブクリアはあまりないですが、タムケンチが1つ主導権を握りながらトップレーン進めていくのではないかというのが予想されますね。さあそれではいきましょう。LGL2016 開幕戦マッチ1ゲーム1セブンセブン VS アンソールドスタッフゲーミングマッチ1スタートです。さあブルーチームがセブンセブン、レッドチームがアンソールドスタッフゲーミングとなっております。ちょっと画面の方が来てませんかね。はい、少々お待ちください。いいですね、LGL のロゴ。いや、かっこいいですよね。兜。兜だそうですね。侍ですよ、侍。日本らしいロゴになってきますね。星も5つ。これがあのプレイヤーをということですね。いやさあ、まだもう少し画面の方がかかりますでしょうかね。大変失礼いたしております。まあね、でも選手たちはもう手を動かしてそのシーンが映っていると。どうですかレブロさん、新しいロゴ。ちなみにそうですね、僕はかなり好きですね。色合いも赤いいですよね。かなり好きですし、まあ、兜にちなんだロゴというのを知った時に、ああなるほどなというふうにも思いましたから、このステッカーが欲しいなというのはありますね。ずっと言ってますよね、はい、あ、画面の方来ましたね。対戦、失礼いたしました。画面の方がもう来て現在1分55秒に、到達している段階ですかね。大変失礼いたしました。さあそれでは見ていきましょう。まずは互いにスワップせずスタンダードなレーンのマッチアップになりましたね。そしてミッドレーンですね、どちらが主導権を握るかといったところ。ただ開幕戦いきなり初戦ですから、もしかしたらこうセーフティーにプレーする可能性は十分ありますが、まあ、ただボットレーンではなくミッドレーンなんですよね。ジャングラーの介入もミッドレーンがまあ非常に多いと。そうですね、やはりこう互いに
ミッドレーンのポークといったところは重要な要素になってますから、この2人のダメージといったところが中盤以降の睨み合いで鍵になってきます。どちらが育つかといったところ、そして相手を育てさせないかといったところは重要になってくると思いますね。ボットレーンはレベル2を先行してゾーニングを仕掛けていますね。もう完全にミニョンに触れない。エンティはこの位置、ティントンレベル2ゆとりもしレベル2互いにはなりましたが、ただこのままウェーブは押されるので、今 CS は7離れていますが、まあ、回復することはあるでしょうね。ではグラブ引っ張った、打ち上げて、ただこれはティントンを引っ張ってしまった。アリスターは硬いチャンピオンですし、引っ張られてもああいった形で打ち上げがありますから、ああいった形でブリッツクランクの盾になることで、ボットレーンの主導権をある程度コントロールできるでしょうね。ただしやはりブリッツクランク、ルシアンかなり強力なレーンが得意なチャンピオンなので、ボットレーンは USG 側が押し込むような形が続くのではないかなというふうに予想されますね。なるほど。ただしミッドレーンではどうやら有利を取っているのは新森ですか。ただ互いにあまりマナを使わず相手のヘルスを削りに行くようなことはなく、ただしっかりとこう相手のジャングルの介入を防ぐためのワードといったところを丁寧に置いてますね。ボットレーンはかなり、防衛をしているような形ですね。そしてミッドレーンなんですけど、注目押し込んだ方がまあということなんですけど、相性的にはどうなんですかね。射程9の射程、バルスの9の射程が後期のスキルよりも長いので、スキルの精度さえ、しっかりと決めることができればバルスの方がヘルスを削りやすいと思います。さあボットレーン入った、ここでエンティグラブ、避け先を分かっているが、ただティントンナイスカバー。いやこれがエンティですよ。今の明らかにフラッシュ先を読んでましたね。フラッシュ、いやブリンク先ですね。あ、ブリンク先でしたか。その後もうフラッシュを使わざるを得ないということでフラッシュダウン。まあこれが僕最初に言った尋常ではないというようなところの一端ですよね。見せてくれますね。なかなかすごいプレーをいきなり初っ端を行いました。これはもういミッドレーンではなく、ただセブス、アンソルドソフトゲーミングと USG としてはこうボットレーンを意識した動きになりましたね。そうなりましたね。やはり押し込んでいるといったところを生かしてボットレーンに圧力かけていきましたね。やはりさらにはエンティ選手がレーンが強いといったところも生かす意味も込めてボットレーン圧力かけていたという形ですか。そしてトップレーンはウェーブクリアの速さを生かして、エビ選手が使う GP がどんどん押し込む形にしていますね。やはりタム検知ウェーブクリアがちょっと遅いので押し込まれる時間が長くなっているという形になってますね。さあミッドレーン互いに帰りました。ラストヒットも同じですね。ほぼ同じですね、はい、ミッドレーンへの差はない。あ、見えてますね。ボットレーン先ほどのところでイズリアルが全てのサマナスペルを落としてしまいましたから、狙われる可能性が高いということも少し、両チームとも意識しているかなという感じがしますね。さあワードだけ置いてということですね。トップレーン、ここがまあ一つ個人技としては注目どころと。今伊勢木選手が加入しようとしましたがピンクワードで、バレていたといったところで下がりましたね。視界もね、こうワードが変わりましたからね。なんといってもノーマルワードがなくなり、ショップで買えなくなりましたからね。これ一つ大きなワードシステムの変更ですよね。おっと、これは面白い位置にちょっと詰めましたが、さあエンティ入った、グラブがここも引っ張る、そしてコクーン合わせる、フラッシュを使う人が新森ウルトを切った、タワーダイブだ、イスルギファーストブラウドゲット、 USC さあただ寄っているぞ。さあ返しはゆとりもよしが1キル拾っている、クロックデイがダウン。さあグループアップしてイスルギも奥に行き過ぎた、アウェイカーが詰めます。アパメがカバーしようという動きですが、これはエクセキュートを判断しますね。さあキルにはつながりません。11、やはりこう互いに相手のポークの鍵であるチャンピオンを潰しに行きましたね。ただ先手を取ったのは USG でしたね。やはりなエンディ選手見事でしたね。またもやグラブを当てたと。
ただその後のセブンセーブのカバーが見事でしたね。互いにこう自分のチームの守らなければならないところ、育てなければならないところをしっかりと意識しているというような展開になってますね。まあ、ミッドレーン、先ほどおっしゃったようにミッドレーン、まあ、一つ状況が変わりました。お互いに、状況も変わらないかもしれないですが、この後この展開としてはどう影響しますかね。互いにまだそれでもミッドレーン行きますか。ミッドを狙いつつも一方で USG 側がボットレーンかなり優先に進めていますよね、はい、これを生かしに来る可能性は高いかなというふうに考えますね。ここでボットレーンでまずファーストタワーを折ることができればそのまま2人はミッドレーンに圧力をかけることが可能になりますから、USG をボットレーンファーストタワーを折ってからミッドへというような選択肢も持っているというふうに、ということを考えると今 USG の方が一つ主導権を握っている側になるかなというふうに感じがしますね。主導権を握っている USG がじゃあ先手をどう打つのか、そのままミッドへ行くのか、それともボッドを押し込んでタワーを折ってからミッドへ行くのかといった2通りの判断、どちらをするかですね。そのボットレーンの動き一つ注目したいと思いますが、ジャングラーはそれに合わせるような形の動きというのをやってくるんですかね。その方がやはり安全ですし、可能性も高くなると思いますから、ジャングラーがどう動く、ジャングラーがまあボットレーン行ってからそのままミッドへという形で、そこに対策する上で重要になってくるのがこのエビ選手のウルトですよね。 GP のウルトでしっかりとそこをカバーできるかどうかがセブンセブンにとっては重要になってくると思いますね。さあ互いにブルーバフを取り合うといった状況になっております。さあただ押し込んでミッドレーンに行くような動きはしませんね。まだ見せないですね。一方こうセブンセブンとしてはどういった動きが予測されますか。まずはそうですね、なんとかボットレーンのところをイーブンな状況に持ち込みつつも、中盤のところで先手を取っていくか、もしくはこの GP というチャンピオン、レッドゲームチャンピオンですから、この GP が装備整うまで待つかですよね。おっと、ただワードで移った、ここはボディブロックしているティントン、ウルト切ったが、ここに GP、 さあ合わせていく、イスルギ打ち上げられるが、ここも引っ張るのはやはりエンティ、ティントンウルトでかなりダメージを削れてはいますが、ウルトが切れた。ここで1キロ取っていったのはハレッチ、トゥルシルブトゥルーショットバラージで1キル狙いましたが、ゆとり回し、ここはキルを拾えず、アパメンタワーダイブ、非常に硬いチャンピオンだ。もう1キルまで行こうというようなシーンですが、まあ、1キル取ったのは USG ですね。そしてそのままドラゴンですか。今一つ特徴なのがドラゴン自体はあまり変更はないんですが、5ドラゴンといったところがかなり珍しくなったので、ドラゴンの価値がちょっと下がっている部分といったところは一つ気にかけておくポイントなのかなと思いますね。試合時間が短くなったことによって、だいたい3ドラゴンか4ドラゴンで試合の展開が終わることが非常に多くなってきてますからね。このドラゴンといったところをどう生かすかが USG 鍵になりそうですね。さあそれに対してセブンセブンエビ、トップタワーを降りきれませんか。降りき、まあ、無理はしてないですね。ただもう折れそうですね。さあそして注目の15分、一つそろそろ近づいてきますか。ここで重要になってくるのはこのトップレーンのタワーがかなりその差ができているといったところ、トップレーンのウェーブのコントロールがセブンセブン側が優位になっているというふうに言えると思いますから、ここをセブンセブンとしては中盤以降生かしていきたいですね。いや今食べましたけどもダブルで出れるんですよね。出れるんですね。お腹の中でオレンジを食べたら出てこれるんですね。タムケンチの W の食べるやつはサプレッション扱いなので、GP のオレンジで解除できるんですね。なるほど。トップレーンに無理をしたような形、ボットレーンではハレッチがウルトを切っている。さあワードがあるのを発見しました。エビそしてアウェイカともにローライフ、フラッシュで取っていくのはまたしてもエンティ、タワーダメージは食べて、いやきっちりカバーしていきます。しかし一方でボットレーンでセブンセブンがタワーを降りましたね。今の動きで USG としてはトータルで見ると、まあ、もちろんエンティ選手は素晴らしいプレーありましたが、ギャングプランクのフラッシュしか落とせてないんですよね。オブジェクトが取れてない、オブジェクトの交換ができていないということを考えるとセブンセブンの方がうまくやって USG としてはうまくいかなかったシーンなのかなという感じがしますね。
見ているとこう USG としては先手先手を確かに仕掛けてはいますが、ボットやミッドやトップといった形でこう分かれてるじゃないですか。それについてはどう見ますか。こう先手のボットレーンのところもそうなんですが、こうちょっとタワーを過小評価しているかというか、あまり取りに行ってないなという感じはしますよね。そこがこう仕掛けていっても大きな有利につながっていってない要因だと思います。ドラゴンというオブジェクトを生かすには時間がかかりますし、そして先ほどのところ GP のフラッシュを落としましたから、 GP にもう一度眼光を狙えば成功確率が高くなりますが、ただそれもやはり時間がかかりますよね。ちょっと試合の展開をスローにしているなという印象はありますね。なるほど。一方でセブンセブンは相手におっと、さあトップレーン黒煙からただダブルで解除した。さあそしこれは完璧に決まるでしょうか。ただダメージが、そしてアウェイガーが間に合うか、食べられて、なんと無敵の中からた出されてしまう。アッパメンが1キル拾う、そのまま追撃、あと一発殴れればスタンが入る赤ゲージにはなりましたが、ここはシンモリカバー。1キル取ったのは USG。 初めて見ました、キンドレッドのウルトから食べて出すというのはリーシンのキックであったりそういったノックバック系のスキルで出すというのはよくありましたけど、確かに範囲外に出せますね。阿部川選手のよりも非常に良かったんですが、やはりこう 先ほどのプレーで、フラッシュを落としていった、そして強引に球を打っていった、あー GP、使うエビ選手を狙いに行ったという形ですね。このままトップのファースターにプレッシャーかけていきたいところですが、やはりこうアパメン選手が使うタムケンチ、そこまでタワー CG 能力が高いわけではないですから、ちょっとタワーを折るのは難しそうですね。一方のこうセブンセブンはボットタワー、そしてトップタワーともに取りましたよね。ここから次の展開だと思うんですけれども、やはりミッドのファーストタワーは狙っていきたいですよね。ここに、敵よりも敵の USG よりも早くポジションを取ってプレッシャーかけていって、そしてそのプレッシャーの中で、新森選手が使うバルズとユトヨマシ選手が使うイズリアルがポークをしてダメージ、敵のヘルスを削っていくというような展開を作り出したい。さあエンティがもう一度リバーで発見して仕掛けますが、ここはフックは当たらず、ようやく外れましたね確かに今まで画面に映っていたエンティ選手のフックすべて当たってましたからね、はい、さあフラッシュで打ち上げてエンティを潰しに行くような動きだ。セブンセブン、いやここはティントンが綺麗な CC チェイン、もやしが1キル広め、さらにはウルトでこれを追撃できませんね。やはりサイドライン先に球を持っているといったところで、セブンセブン側の方がミッドレーンへの寄りが早かったですよね。ただし倒したおっと捕まえてウルトからここは食べていますね。ギリギリライフは残っている。この睨み合いの状況でいかにシンボリ選手とユトミヤ選手がポークを当てるかという形ですね。今イスルギ選手はヘルス削っていますから、まだまだプレッシャーかけていきますね。当たりましたね。ここもイスルギ選手をイスルギをローライフにしている。これが一つセブンスヘブンとしてのこう狙いなわけですよね。これがこの状況でいかに相手のヘルスを削ってタワーを殴るかどうか、このファーストタワーを折れるとかなり大きいですから、ここ取れるとセブンスヘブン一気に有利になりますね。さあ USG としては何としても折らしたくない場面、引っ張ったがそこはティントアリスターだ。タワーダメージを一気にウルトで軽減していく。ただし USG としては今のプレーで返せたというような形ですから悪くないと思いますね。掴んだ対象がもしシンボリ選手やエトリマヤ選手であればパーフェクトでしたが、ただ成果としては悪くないと思いますね。確かに、バラバラになったと。ただ続けますか。これはいいプレーですね。さあ続けます、続けます。タワーを守るのはクロックで1人、横からイスルギが入りましたが、今 USG としては帰っただろうと、はい、買い物にしに行くなりサイドレーンとウェーブの状況を整えるなりしに行くだろうという予測でミッドレーンから離れたんですが、ミッドレーンから離れたことをセブンセブンしっかりと確認してミッドにサイズ圧力かけに行きましたね。いわゆる読みという部分ですよね。相手の読みを上回った形でしたね。さあそしてドラゴンを取っていったのは USG。 もう一度ミッドレーンへ集まるような動きですが、ただ気にかかるのがクロックで選手のヘルスがちょっと減っていること、そしてバルスというを使う新森選手とゆとりもや選手ベースから帰ってきたばかりなのでヘルスのマナも潤沢にあるんですよね。さあそのヘルスのマナを生かしてポーク、そしてタワーを降りに行く。いやー綺麗にこれは折れました。こ
これは大きいと思いますね。さあ17分30秒、タワーを3本取っているのはセブンセブン。タワーをまだ取ってはいませんが、ドラゴンを2スタック取っているのはアンソルドスタップゲーミングという形。ただしドラゴンといったところのオブジェクトを生かすにはあと14分12、3分、だいたい試合時間としては30分頃までかかると思いますね。フォースドラゴンを取るよどうするのというようなプレッシャーのかけ方といったところがドラゴンの生かし方ですから、その時間までかかってしまうということを考えるとまだ厳しいのかなという感じありますね。今有利なのはどっちなんですか？セブンセブンですね。すべてのファーストタワーを折っていますし、さらには自身のファーストはすべて残していますから、ローテーションで先手を取れますね。ですからこうプッシュして、サイドレーンをプッシュして、そして敵がそこに集まったら他のレーンにプレッシャーをかけていくというような展開が非常に作りやすい。さらにはプッシュした状況でそのままジャングルに入っていくというような形でワードの視界を取りに行くということも可能ですからね。さあ有利なのはセブンセブン。それに対してじゃあ仕掛けて今度は逆転したわけですよね。セブンセブンが仕掛けなければいけない、あ USG ですね。ああ USG が仕掛けなければいけない。鍵となるのはやはりこうエンティ選手とイツルギ選手、この2人は強力なCC プルとそしてスタンがありますから、この2つを生かしてこの重要なシンモリ選手とゆとりもやす選手を倒したいんですね。はいはいはい。この2人どちらかを倒すことができれば一気に有利になりますから、この2人を狙い撃ってキルを取って、そしてオブジェクトを取っていく、タワーを取っていくというような展開をできればまた形勢は逆転するというふうに言えると思いますね。さあそしてリフトヘラルドを取りましたね。ボットレーンは折れそうですね USG。 ただそれを見てミッドレーン一気に仕掛けていますセブンセブン。マナがないですねクロックデイ。青いか強気。さあパメンもタワーした。横からエンティが入ってきますが、さあここでポーク合戦だ。相手の届かない位置からスキルショットで有利に運ぼうというこの動きですね。さあボットタワーを折ることに成功したのは USG。 セブンセブンとしてはボットのファーストタワーを折られることは想定済みですね。そしてこのままミッドにプレッシャーをかけてセカンドタワー取りたかったんですが、いや来ない。エンティのプレッシャーが凄まじいですね。かなり大きいですね。ただしリフトヘラルドのバフを生かしてまだプレッシャーかけ続けますね。さあバフを生かす。エンティにスロー。あっとこれはスネアから狙い撃ったが食べたが、いや口の中でデッドしている。さあ場面ナイス反応でしたが、ここはティントギリギリまでタワーを持って、そしてアウェイカーのウルトがここはエビ前出すぎてしまった。ハレッチがフラッシュから1キル拾っている。中南センターフラッシュアウトしたのはティントですが、ここでだダブルキル持っていくのはなんとティント、シャットダウンという形。ただしクロックで前に出すぎたアウェイカーとの狙い撃ちですが、 1V1 で勝ったがトゥルーショットバランジャー。ユートリボーシが1キル持っていく。そしてトップレーンミッド横サイドではアパメントの 1V1、 ここはアパメントに軍配が上がる。そしてなんとダムケンチの下のビッグダメージシャットダウン。エースを取ったのはなんと USC。 最後のアパメン選手ブリンク先しっかりと待っていましたね。見事なプレーでした。先手を取ったのはセブンセブンだったんですが、そこからの返しの仕方が非常に見事でしたね。エンティ選手がしっかりとリコールしてマナとヘルスがある状況で帰ってきたというのも大きかったと思いますね。さらにはセカンドターン下で戦っていたことによって、まあ、タワーがある疑似的な5対6の状況でもあったといったところが USG がこの集団戦一つ優点運んだ要因だったと思いますね。これで先ほど一気に展開が変わる可能性が高いと思いますね。ミ、はいはい、ッドのファーストタワーは折りましたし、ボットのファーストタワーは折りました。さらには見てほしいんですが、はい、新森選手とゆとりもやす選手の装備なんですね。マナムネを買っているんですね。これがこうパワースパイク迎えるまでちょっと時間がかかるんです。マナが溜まると非常に強力なアイテムなんですが、溜まるまではあまり強くないんですね、はい、一方でクロックデイ選手とハレッチ選手、非常に強力なトリニティフォース、そしてエッセンスリーバー、ラビットファイアカノンという2つのコアアイテムそれぞれ作れていますから、パワースパイクという点ではUSG 側のこの2人のキャリーの方が勝っているという形も、まあ、それぞれ先ほどの集団戦でも影響しましたね。ですからここからは USG としては一気に圧力をかけていって、集団戦の圧力をちらつかせながらオブジェクトに圧力をかけていくというような展開を作っていきたいですね。つまりグループアップして5対5で当たろうよと。まずはその前にはまずサイドレーンの状況を整えなければなりませんが、まず整えやすい状況になっていますし、そして一気に仕掛けていく判断ですよね。そしてそれのキーマンになるのがエンティ選手とイスルギ選手の CC ですね。さあ確かにサイドレーンクリアしつつ、そして徐々に赤いチームがこうグループを集まって
5人で動こうといったそういった動きをしています。一方でセブンセブンとしてはそのグループアップしというよりも相手に仕掛けられる前に、バルスト・イズリアル、ゆとりまず選手と新丸選手のポークで敵のヘルスを削って仕掛けられないような状況にしておきたいですね。先ほどのようにエンティ選手を狙ってヘルスを削って下がらせてそしてローテーションするという形ですね。ですからこうどちらが先にスキルを当てるか。おっとただアーパメン当たりに行った。下を一発当てるクロックデイ、ジェットパックを持っている。おっとただ当たるのを回避したような動きになってますか。そうセブンセブン一気にトップレーンへ1234と、さあタワーを折ることに成功。なんという素晴らしいローテーション。イスルギ選手とハレチ選手はドラゴン触っていましたが、ハレチ選手はリコールしていますが間に合いますかね。これさあこれは間に合うのか。一気にタワーが削れている。サードタワー、サードタワー、インキビタが泡になるが、ただアバメンが仕掛ける。体を張って守る。そしてエンティが取ったのは誰だ。ここはティントンだ。さらにはウルト GP のウルト、エビはローライフですが助けられる。キンドレットのウルトに助けられますね。1キル取ったのはセブンセブン。そのままバック、エンティが体でタワーを守ったような形。今のはエンティ選手倒される価値のある守り方だったと思います。今のサードタワー折られてしまっていたら非常に辛かったと思います。この時間帯からエビ選手徐々に装備整ってますからスプリットプッシュがかなり強力になってくるんですね。その上でインヒビタータワーがない状況だとかなりトップレーンのプレッシャーといったところが高くなってきますから USG としてはコントロールしづらくなったでしょう。今よく守ったと思いますね。ただしセカンドタワーを割られてしまいましたからここが気になるところでありますよね。セカンドタワーを取っている。ただしトップレーンですよね。そして面白いのが今現在24分、まあ、30秒ですよね。ゴールド差はほとんどない中で、あの確かにタワー差はあるんですがドラゴンスタックが3個ついにもう溜まってますよ。 USG が3つ取っていますね。徐々にこうドラゴンの圧力といったところを生み出しやすくなってきていますから、レイドゲームになった時もちろんセブンセブンにはギャングプランクというレイドゲームキャリーいるんですが、このドラゴンのコントロールを生かしてマップのコントロールを取っていく可能性が非常に高くなっていると思いますね。おっとただミニオンを大量に溜まっているミッドレーンへ。これは折れそうだ。タワーをとにかく意識しているのはセブンセブン。ここでの集団戦はグラップは誰を取った。エビを捕まえたがそこにはきっちりカバーに入る。さあゆとりもやしがトゥルショットバラージュ1キル拾っているが、イスルギが追撃追撃。いやただしマウだ、マウでどうしようもない。ターン削れないヘルスが握る。取っていくのはセブンセブン。 1-2 交換の状況か。さあそこからハレッチ、ここからハレッチだ。そしてクロックデイフルヘルス、ヒールも切った。エビはウルトを使っているがチェイスにはなっている。アパメンの下がまたして渡る。クロックデイがキロイロ4キルゲットしたのは USG。 またしてもタワーしたから今のところ見てほしいんですが、セブンセブンは敵のヘルスを削り切れてはなかったんですよね。ポークで敵のヘルスを削る前にエンゲージされてしまった。うまく最初のエンゲージのところ回収はしましたが、その間に新森選手が倒されてしまってダメージ投手がなくなっていた。そしてそこからこのクロックデ選手とハレツ選手、装備が整っている2人がダメージを出しに行ったという形でしたね。さあそのままバロンにもつなげましたよ。いや USG 狙い通りだったと思いますね。相手のフォークでヘルス削られる前にエンゲージして集団戦勝っていく。そしてバロン取りましたからここから一気にプレッシャーかけていくと思いますね。どこを狙いに行きますか。やはりファーストタワー、トップのファーストタワー真っ先に折っておきたいと思いますから、まずはトップから、そしてそこからミッドボットとプレッシャーかけていく展開になっていくと思いますね。さあまずはトップ、向かっているのはクロックデイ、そしてミッドボットというような流れ。セブンセブンとしてはトップは1本目としてはまずはもう捨てると、そうせざるを得ないと思いますね。17ミッドのセカンドタワーイン、そしてサードタワー、インヒビタータワーのこの2つですから。おっとおっと、ただしアパメン捕まっているぞ。これはただしいいのシールド、いやどうしようもない、逃げ切れない。ウルトマネも使っている。1人にかなりのスキルを使いました。1キル取ることには成功。3つスキル使いましたね。ウルティメット GP、バルス、イズリアル3人がウルト使いましたね。さあ人数差はありますがかなり強気に入っていくのはアウェイか。ミッドのサードタワーにプレッシャーをかけますね。このプレッシャーを先にバロンバフを持っている相手にかけることによってバロンバフを生かしづらくするような状況を持ち込んでますから非常にセブンセブンうまいですね。さあグラブは見てからきっちり避けましたね。
さあエンティが拾えるかどうか、ここは一つ重要。ただしバロンバフ、イスブギ横から入っていく。いやタル当てていきますね、エビ当てていきますね。そしてこのままインフィニティエッジができるとエビ選手の、まあ、パースパイクを迎えたというふうに言えると思いますから、ここセブンセブンとしてこのエビ選手のプレーといったところが鍵になりそうですね。どうしてもシンボリ選手はブリンクはないですから、相手に捕まえられやすいですし、ポークの要といったところで狙われやすいです。そこをうまくエビ選手、アベイカー選手、ティントン選手がどうカバーするかといったところがセブンセブン重要になってますね。さあただしおっしゃった通り、こうバランの時間はかなり使ってしまいましたよね。そしてもうそろそろドラゴンが湧くというタイミングですから、 USG としてはちょっとプッシュできてない状況ですね。ただし今までドラゴンを取っていたことを生かすのはここからですね。なるほど。ここからフォースドラゴンを取ってファイブドラゴンの圧力をかけていくためには、こう確実に取っていきたいですし、セブンセブンとしては渡したくないです。ここの睨み合いをどうするかですね。さあティントンが入っていって視界を取ろうという動きですが、そこは待っていた。グラブを当てていきますが、まだウルト中。ウルトがただ切れそうだ、切れそうだ。さあ切れたところを狙いに行きますが、タルヤパメンが食べて味方の位置へ。そこにはハレッジが待って、クロックも囲うような形。さあオエイカたまらずウルトを切って出てするようだが、ただし GP のウルトがいい形に入ってる。エンティがなんと、いやただこれは敵のキンドレッドのウルトを利用して、あーデッドしてますね。11交換ギリギリ乗れたかと思いましたが、ギリギリでしたね。ただしアメリカ選手が倒されてしまって、ドラゴンが残り30秒でサイマーとほぼ同じような状況ですから、 USG はドラゴン取りやすい状況にはなってますね。さらには先ほどやはりダメージがクロックで今ウルトで2割か3割吹き飛びましたね。エトリマ選手のヘルスが2300は入ってるでしょうか。ここ先手を取れますかね。さあ一つ注目ポイント、このドラゴンを USG が取ればフォースです。さあこれはイスルギ行きますね、行きますね。さあ国軍を打ちましたが当たってはいない。エンティグラブ、ここも届かないが、ドラゴンを取ることには成功しているのは USG。 フォースストックです。ドラゴンをしっかりと生かして最後のところコントロールしていってますね。先ほどのマップの状況もそうなんですが、先ほど待って仕掛けていきましたよね。やはりこうサードドラゴンになっていて、フォースドラゴンをセブンセブンがしっかりと狙ってくるだろうという予測の上で待っていた。そして仕掛けていって、まあ、最終的には1-1の交換にはなりましたが、 USG としてはしっかりと狙いを持った動きができているなという印象がありますね。もうこうなるとアンソルドスタッフゲーミングとしてはもうドラゴンを生かすと、そうなりますね。そして次ドラゴン枠タイミングとバロン枠タイミングがちょっとほぼ同じような時間になると思うんですね。その時にどうするのと相手に選択を迫るわけですね。はいはいはい。さあワンキャッチを狙いに行く、このエンティが先ほどから素晴らしいグラブを決める。たまらずアウェイカウルト、やはりアパメンが食べてゲージの外に出す。1キルを拾いますが、ここはただしクロックレイが少し前に出すぎた。1-1交換という形になってますが、タワーダイブ。さあアパメンがまだタワーを持っている、いけると判断している。シンボリを捕まえている。エンティが捕まえるのか。いやここはティントが体を張ってカバーしますが、ダウン。ハレッジのキル、1-3交換、一気に USG が有利です。いやポークをほぼすべてアパメン選手は受け止めてますね。アパメン選手、イスルギ選手、エンティ選手がシンボリ選手、ユトリマヤ選手のポークを受けつつ、後方からハレッチ選手と、まあ、先ほどクロックデン選手はちょっと孤立する形で倒されてはしましたが、エビ選手と相打ちするような形で作れてますから、集団戦の先頭の陣形が非常にうまく機能していますね。もう連携が抜群ですね。アパメン選手がとにかく受けると、しっかりとタンクとしての役割を見せていますよね。そして今タンクが非常に強いんですよね。その理由としては、以前までラストウィスパーは全てのアーマーを貫通するアイテムだったんですが、今はボーナスアーマーしか貫通しないといったところで、ちょっとラストウィスパーの価値が5-2-4ではちょっと低いということもあって、タンクを非常に落としづらいんですよね。まあ、ようやくエリトリマイス選手がラストイッパーのアイテム完成させましたが、はい、まだシンボリ選手ができていないというところで、アパメン選手に対してちょっとダメージが通りづらくなってますね。
さらにはオール AD ということで装備を整えやすいといったところもアパメン選手が硬くなっている要因になっていると思いますね。もうソンメールセカンドアイテムでしたからね、ちょっとダメージ取らないですよね。まだライフスティールないですから、あの殴れないですよね。ゆとり前選手は一応ビルジウォーター変えましたが、新森選手はまだですね、シミターまで買えばライフスティールがあるのでシミター待ちということだと思いますが、さあただしバロンが湧きました。このバロンはどうですかね、取った方がというのはありますか。もちろん取った方が有利になるのは間違いないと思いますが、 USG としてはそこまで無理して取りに行く可能性は低いんじゃないかなと。ドラゴンが湧くまで待った方がコントロールしやすいと考えるのではないかなと思いますね。無理にはいかない。おっとただエンゲージしたさ、そこでどうなるのか。エンティが出るよ。あっとここはティントンが弾くような形、イスルギが前に出てコクーンは当てている。新森これはクレンズ、さあこれでアパメが入ればフラッシュエンター、なんということだ、ラプターにグラブを塞がれてしまった。さあそこからカウンターという形にはなりそうだが、ただアパメンが食べている。そこからいや GP はきっちりダブルで逃げています。ただしハレッジが完全にフリーだ。1キル取ったのはイスルギ、前でスキルを全て受け止めてくれるのは USG。 アパメン選手が全てダメージ受けている間にハレッジ選手とクロックデイ選手がウルトで敵のヒルスをどん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 削っていくというような陣形できていましたね。ここもアパメンがいると逃げざるを得な い, いやさあ無理はしなくてもいいということですが、悠々とバロンゲットですね。いやあれだけダメージ受けているにもかかわらずアパメン選手1デッドですからね。いや非常に素晴らしい。そしてこのまま、まあ、バロンのバフを生かして一気にプレッシャーかけていくでしょうね。まあ、浮いてるタワーといえばトップサイドとボットサイドのタワーがそれぞれありますか。アパメン選手がテレポートありますから、味方がプレッシャーかけている方では逆のサイドに行ってプレッシャーかけていくという展開になっていくと思いますね。さあじゃあアパメンがいる逆サイドに仕掛けると、ボットサイドに仕掛けていますね。そして、ミッドにアパメンという配置。ドラゴン残り50秒という段階です。まずは1本目、2本目というべきですか。さあ折り切りました。35分の段階です。グローバルゴールドもかなりの金額差が出てきました。7000ゴールド。さらにはこのままボットレーンを押すことによって相手にドラゴン付近の視界を取らせないような効果もありますよね。5ドラゴンへの布石ということも考えてのボットレーンのプッシュだと思いますね。確かにこれ以上前には出れませんからね、セブンセブン。さあまだもうワンウェーブやりますかね。もうワンウェーブやると思いますね。さあプレッシャー与えながら、あとここは無理をただしませんね。いやーパイブドラゴンですよ。ドラゴンが湧くタイミングで下がりましたよね。ここは完璧に5ドラゴンを狙っていく。取ったのはアンソールドスタッフゲーミング。見事ですね。5ドラゴン非常に今強いですよね。5ドラゴンなかなか取れる機会はプレシーズンに入ってから減りましたが、取れれば強力なオブジェクトであることは間違いないと思いますね。これを多分アパメン選手、まあの使うタムケンチウルトのパッシブによって相手のヘルスの割合のダメージを出しますから、タンクでも硬いダメージが出るチャンピオンなんですが、それに加えてトゥルーダメージも発生しますから、タムケンチですらかなり痛いというような状況になってますね。さあタワーへのダメージも2倍、あっという間に削れます。3本目入りに行く。いやハレッジ選手は今合流しましたからね一発殴るとものすごいダメージが入りますよ。さらにはその間にミッドレーンクロックデイ選手が押してますから、ああ折り切りましたね。サインヒビターがフリー。さあ5ドラゴン中は当たれない。ポークをしてもそこまでダメージが入らない。セブンセブンは苦しい状況、そしてアンソルスタッフゲーミングはイケイケの状況。
バロンバフが切れたもののファイブドラゴンはまだ生きてますから、まだプレッシャーかけ続けるでしょうね。フォーク構成だとこういう時当たりにいけないですよね。さあただ仕掛けたタワーを持っているところでティンドがダブル Q、 ただしここもアパメンが助けている。そしてアメーカーが捕まった。ウルトを発動してからの集団戦にはなっているが、ハレッチとクロックデーは完全に不利だ。ただシンモリ、ゆとりもやしもフリーだが、1キル取っていくのはエビー。ただしここからのチェイスはどうなる。いやタワーがあるために無理はしませんか。11交換、いやタワー受けながら強引に割りましたね。オブジェクトが取れたことを考えると USG の方がトレードとしてはうまくいったというふうに言えると思いますね。さあ一度、おお、またしてもグラブエビが捕まった。ただしクロックデイも落ちているぞ。お互いキャリーは落ちてはいるが、ティントンフラッシュダウン、そして新森ハレッチがダメージを出す。アパメンウルト裏に回り込む。いやタワーを受けるような位置だぞ。大丈夫なのか。オーケーを使ってアクティブ、いやハレッチが完璧に売り、8キル1デッド6アシスト。アパメンがそれを支えている動きになっています。守るのはゆとりもやし、残るタワーは1本ですが折り切れた。ウルトでエースをゲットしたのはソルドスタックゲーミング。そのままハレッチが決めて、ゲーム1勝利したのはアンソルドスタックゲーミングとなりました。強かったですね。こうやはりこう相手の強みであるポークを、ポークで敵のヘルスを削るというようなところを、狙いを潰してしっかりとエンゲージして集団戦を何度も何度も仕掛けたことが USG 勝利につながったと思います。非常に素晴らしい戦いだったと思いますね。さあ、それではですね、これから、ここから10分間のインターバルに、入ります。ゲーム2の準備が整うまでしばらくお待ちください。